お疲れ様です。翡翠と申します。日曜日の未勝利戦、新馬戦の勝ち上がり馬の評価の方をやっていきたいなと思います。評価点はですね、5点でつけて、最大5点でつけてまして、4人で評価して、その平均を出すという形を取らせていただいてます。はい、まずは9月10日ですね、阪神2レース未勝利戦のですね、芝1600メートルを勝ちましたのが、コートリー・バウになります。こちらですね、1点、1点、1点、2点と、1点、3点となっております。父がモーリスで、池添厩舎、吉田勝美オーナーの所有馬になります。2点をつけた、田尾井さんの評価としましては、位置取りの差がそのまま着差になった。使った足は、束とあまり差がなく、評価をしにくいとのことでした。ただですね、まあ、タイムは水準ぐらいで、しまいの反応やですね、切れ味は素晴らしいとのことでした。はい、1点をつけたケイさんの意見としましては、道中ですね、12.9を2回踏むペースのですね、楽逃げはさすがに前にいたこの馬に展開が向いたと。今回のですね、メンバーに関しては、まあ、抜けていたがもう1段階成長が欲しいとのことでした。はい、僕もですね、1点をつけたんですが、そうですね、この馬、相当数の上がり勝負になったというところでですね、ほぼ全馬ですね、同じような上がりを使っているレースでして、まあ、先行力っていうところでですね、位置取りの差がそのまま着差になったというところでですね、まあ、先行できる点に関しては、まあ、すごくいいと思うんですが、しまいの足などを見るとですね、まあ、そこまで能力抜けてる感じはしないかなと思いましたので、1点とさせていただきました。はい、次がですね、中山2レースになります。芝 2000m の未勝利戦を勝ったのは、コイヌールになります。こちらですね、2点、2点、2点、1点というところで、1.8点となりました。父がリオンディーズのシカト厩舎、キャロットファームの所有馬になります。はい、1点をつけたですね、田尾井さんの意見としましては、タイムはですね、かなりいい方だが、馬場を考えると参考外と、直線の反応は良かったが、まあ、思ったほどですね、抜けてなかったと。いうことでした。そうですね、馬場の差で勝った印象というところで、まあ、1点になったということです。はい、2点をつけたドランさんの意見としましては、優等生の競馬だと、今ですね、中山競馬場、まあ、非常にタイムも出てですね、前が有利というところで、まあ、今の中山に合った競馬をしていたと。ただですね、最後、2着馬にですね、猛追されている点がですね、気になるとのことでした。はい、僕もですね、この馬に関しては、2点をつけたんですが、そうですね、勝ちタイムはかなり優秀な方だったかなと思います。ただですね、今のですね、中山がですね、非常に速いタイムが出ているというところでですね、まあ、それに関しては、まあ、参考程度かなと思っております。2着馬のですね、アバンデルがですね、まあ、非常に後ろから猛追してきてですね、まあ、この馬、結構すぐ未勝利勝ち上がれるんじゃないかなと思いました。レース自体はですね、まあ、非常にうまくまとまっていてですね、まあ、特に気になる点もなかったので、まあ、もう1勝ぐらいはできるんじゃないかなと思っております。はい、次がですね、阪神4レースになります。芝 1600m の、新馬戦ですね、を勝ちましたのが、B グラッドになります。こちら、2点、2点、2点、1点というところでですね、1.8点となりました。父がエピファネイア。岡田厩舎のインゼルレーシングの所有馬になります。はい、1点をつけたですね、田尾井さんの意見としましては、タイムはですね、やや早めだが、今の馬場を考えると水準くらい、逃げてですね、経済コースをスローで運んだ騎手が、まあ、うまく乗ったというところです。はい、次がですね、2点をつけた、K さんの意見としましては、そうですね、きっちりスタートを決めてですね、まあ、折り合いをついて、まあ、先行してと、しっかり勝ち切れるというところはですね、2歳のこの時期にしては、まあ、仕上がりが早くてですね、まあ、非常に期待できる馬なんじゃないかなとのことでした。はい、僕もですね、この馬に関しては、まあ、2点をつけたんですが、そうですね、同日、芝1600m、未勝利戦と新馬戦がありまして、未勝利戦の方をですね、まあ、勝ち上がったのがコートリー・バウになるんですが、僕はですね、まあ、B グラッドの方が強そうに見えました。そうですね、最後ですね、まあ、ペースは、まあ、やや若干、コートリー・バウのレースより速いぐらいでですね、まあ、そこまで大きく違わないんですが、この馬の方がですね、余裕があるように見えましたので、まあ、まだですね、クラスが上がってもですね、活躍できるだけの素質を秘めてるんじゃないかなと思いました。
次がですね、阪神5レース新馬戦ですね。芝 1800m を勝ったのが、サークル・オブ・ジョイになります。こちらですね、2点、2点、1点、1点というところで、1.5点となりました。父がですね、コンスティチューションですかね。池添厩舎のサンデーレンシングの所有馬になります。はい、僕は1点をつけたんですが、そうですね、コーナーでですね、まあ、外を回してですね、しぶとく伸びていた点はですね、評価できるかなと思います。ただですね、スタートがややうまくないというところでですね、まあ、今回小灯数だったので、まあ、そこがですね、そこまで問題にならなかったんですが、エースレベルが上がってですね、2波論目のですね、タイムがもっと速くなったりだとかですね、頭数が増えてくると、こういうスタートのですね、遅れっていうのは非常に致命的なところになるのかなと思いましたので、まあ1点とさせていただきました。2点をつけたですね、ドランさんの意見としましては、直線のですね、10秒9のラップをですね、踏めているところなどですね、まあ評価できるポイントはあるとのことでした。ただですね、最後12秒1とですね、かなり垂れてしまっている点が気になるというところでですね、まあ3点つけてもいいんじゃないかなとも。内容だったんですが、まあ、最後のですね、ところでやや苦しそうに見えたので、2点に留めたとのことでした。そうですね、このお父さんの馬がですね、まあ、ダート馬しかいないんですが、まあ、中央多分おそらくこれが芝初勝利というところでですね、まあ、この先芝で活躍するのか、ダートに行くのか、注目したいなと思いました。はい、次が中山5レースになります。芝 1600m の新馬戦を勝ちましたのが、シックスペンスになります。こちら、2点、2点、2点、1点と、1.8点となっております。父が絆の国枝厩舎、キャロットファームの所有馬です。僕はですね、まあ、2点をつけたんですが、そうですね、このレースに関しては、決着タイム非常に遅めだったかなと思います。今のですね、まあ、中山は非常にタイム出てるんですが、まあ、普段と比べてもですね、やや遅いかなというところでですね、タイムに関しては全然評価できないレースだったかなと思います。ただですね、この馬、内で足を溜めてまして、ラスト 200m ぐらいでですね、まあ、ぬるっと抜け出してきたんですが、2、3着馬はですね、外を回してですね、まあ、スムーズに加速したのに対して、この馬はですね、一気に瞬発力で最後差し切ったというところでですね、まあ、そういったところに関しては能力非常に高そうだなと思いましたんで、まあ、素質はあるのかなと思っております。ただですね、やはりタイムが遅い点やですね、まあ、今回非常にドスローだったというようなところを考えるとですね、今回のレースで、まあ、3点以上の点数はつけれないかなと思いました。はい、1点ですね、田尾さんの意見としましては、タイムがですね、まあ遅いと。ドスローからの上がり勝負で、まあ経済コースですね、うちでうまく立ち回った分の差で勝ったというところでですね、まあ1点までというふうな意見でした。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。